はい、どうも夜空です。今回はスズランの剣のオーラに関するお話をしたいと思います。オーラというのは、例えばグロリアの個性、正義の旗の契機のようなパッシブスキルのことです。それ以外にも、キル、正義の誓いのような陣営のオーラというものもあります。こちらの陣営のオーラは、ここに書かれている陣営の味方の能力がアップするバフになります。そしてこれらのオーラすべて重ね掛けすることも可能です。そして陣営というのは、ここに書かれている、例えばマイサであればイリアやスズランの剣といったものが、そのキャラが所属している陣営ということになる。そして出陣している同じ陣営のキャラすべてに陣営のオーラの効果が発揮されます。では実際の戦闘画面見ていきたいと思います。こちらラビアなんですが、ラビアは今これだけのバフを受けています。これがオーラによるバフですね。スズランの剣、リーダーオーラ、こちらは自分の陣営オーラによるバフです。そしてこちら下3つが他のキャラから受けている。こちらの魔法式もそうです。魔法式は輝ける慈愛から受けている。この2つがコルから受けているオーラ、それで一番下がグロリアから受けているオーラですね。このように全てのオーラ重ね掛けすることができます。これだけ受けるとね、かなり能力がアップしますので、ぜひね、皆さんこのオーラ活用してみてください。そしてこのオーラ、例えばラビアのスズランの剣の陣営オーラなんですが、こちらの効果がスズランの剣の味方の攻撃 10% アップ、防御プラス 20%、 余ダメージプラス 8%、 被ダメージマイナス 8% となっております。そしてここに表記されているものなんですが、このスズランの剣とリーダーオーラがラビアの金のオーラのバグになります。こういうふうにね、分割して表示されているので、そこがややこしいところではあります。そして陣営オーラに関しては、みんなこのリーダーオーラを持っているので、この同じ攻撃力プラス 10%、 防御力プラス 20%、 同じものに関して、同じバフに関しては重複しません。しかし違うステータスが上がるバフに関しては、すべて重ね掛けできるので、それらをね、考慮してうまく組み合わせてみてください。そして陣営オーラなんですが、例えばマイサのこのスズランの戦記、こちらも陣営オーラです。これもスズランの剣の味方の能力がアップするのですが、先ほどのラビアの陣営のオーラと違って、攻撃力 10% と防御力 20%、 これだけしかありません。同じスズランの剣の陣営オーラであっても、キャラクターによって持っている陣営オーラの能力が違います。こういう風にね、さっきのマイサのより強い陣営オーラを持っているキャラクターもいらっしゃいますので、それらもね、含めてうまくオーラ組み合わせてみてください。はい、オーラのお話ここまでとなります。皆さんもね、いろんな組み合わせ考えて、ぜひ強い組み合わせ探してみてください。それでは皆さん、またねー。